どうもこんにちは、とっかくんです。本日はこちら、自衛隊が作戦で使う L 型ライトがなぜ赤色なのか検証。はい、ということで、本日はですね、こちら暗闇の演習場に来ております。前に紹介いたしました、こちら皆さん気になって気になって夜も寝れない去年の夏に L 型ライトのね、車の誘導紹介しましたから、1年間すいません、睡眠不足与えてしまって申し訳ございませんね。こちら自衛隊が使う、まあ世界の軍もね、はい、こちら、自衛隊のね使っている形、同型、まあこれ市販のね皆さんも買えるやつなんですけど、まあ今回初めての方もね、このライトね、こう横カチャってやるとつくんですよ。こうやってカチャカチャっと、であるいはここのボタン、ここを押すと、ここね面白いのがね、これ2段階になるんですよ。カチャのカチャ、わかります？このカチャ、ちょっとカチャっと中ではつかないです。ただここのボタンを押すと、押した時だけつくんですよ。ピッてピッて、こう一瞬つけたい時、これね、これまず性能ね。でもっと上までやるともう自動でつきっぱなしです。これともうつきっぱなしっていう感じ。この L 型ライトなんですけど、実はですね、自衛隊あるいは世界の軍もですが、赤使うんですよ結構。でこれから赤にしますね。でなんで赤つくのかと、赤以外の色だとどういう風に見えるのかっていうのをね、紹介したいと思います。結果から言うと、赤は夜めちゃくちゃ見えづらくなります。なんで赤にします。で今日は本当に赤見えづらいのかっていう実験でございます。でね、このタクティカルライト結構、まあ、自衛隊のもそうなんだけど、ここ電池のさらに上、ここ取れるんですよ。電池の上のさらにここ、ここね、ひねるとね、なんとこちらに、よいしょ、ほい、カラーのフィルターが入っておりますね。でこの色にここを はめるとお好きな色にできます。こんな感じでね、さまざまなね、AKB さんの、ライブとかのね、その舞台照明とかにもね、自衛隊員がステージとかでもこうね、隊員さんが上でステージ上でこうやって頑張ってやってるとかやってないとか。こちらに、ちょっとすいません、今日は暗くてもうすでに暗いだろうの話なんですけど、こんな感じで、ちなみにこのタクティカルライトには青、緑、赤、黄色で、自衛隊がね、使うのは先ほど言いました赤です。でこれね、これライトで、人の目は明るい時と暗い時で、見える明るさが色によって異なるという現象があります。これがプルキニエ現象と、言いまして、まあ、結果分かってると思うんですけど、暗い時に見えづらい色は赤です。暗い時に見えづらい順は、ここがまず1位黒、次に赤青、次に緑、そして黄色。暗闇でも明るくてもとにかく見えやすいのが黄色で、ここにないけど白です。だから白と黄色は昼でも夜でもめっちゃ見えやすい。じゃあ今日は実際やってみましょうっていう話なんで、じゃあ明るい方からで、暗いとこから僕照らしてみますわ。それではまずね、一番最も見えやすい白いきます。それでは点火、用意、点火。明るいですね、これはもう普通に。でここにはまるようになってます。ここに、まあ内側に入れるだけですね。でこれでセット、黄色。これでさ、敵に見つかってでも伝えたいときは黄色だよね。黄色行ってみたいと思います。行きます。それでは点火、用意、点火。これが黄色、これが黄色です。いかがでしょうか。絶対にね、相手に伝えたいんだっていうね、敵にバレてでもいい、いやあるいはちょっと敵を陽動作戦しよう、これでおびき寄せるんだっていう時はね、もう黄色いいんじゃないでしょうか。うん、皆さんもね、ぜひ敵を陽動する時には黄色、まあ、逆に言うとあれですよ、交通安全的にもこれ利用されてまして、夜道とか黄色の服を着た方がね目立つという意味でね、これ全然利用してください。じゃあ次、緑行ってみます。緑いきます。それでは
きより、まあ、気持ちちょっと、暗く見えたかな、あちょっと見えづらいかなぐらいだと思うんですけど、さあ次に行きましょう。さあ行きましょう。青いかがでしょうかね、青。これは結構ね、あの明るく見えるんですけど、で最後本日の、自衛隊とか軍が使うね色、赤です。これが、夜だととても見えづらい色だから、味方にだけ伝えたくて、敵の周りからこう発見されづらい色、敵に見つからないようにというための赤。いきましょう。それでは夜になるとかなり見えなくなる色、赤。展開用意、展開。はい、ということで赤でございました。これね、僕すいません今気がつきました。そういえばこの現象って人の網膜に対して、作用するっていう色の違いであって、これもしかしたらカメラ通してるから、カメラはあの感度的に関係なく拾うから、もしかしたらこの違いは網膜のこのズレっていう現象を起こせないから伝わりづらいかもしれない、すいません。でもあの間違いなくこの赤は夜マジで見えづらいです。どんどん見えづらくなる色なんで、今日の順でね、はい、ぜひね使ってください。そうだ、そして最後にせっかくなんでちょっと本番さながらにこれも最後やってみましょう。暗いから見えないかブラックテープ。で、通常このままこうやってがっつり明かりを使うってことはないです。あのブラックテープでさらにここの範囲をちっちゃくする、でほんと点みたいにして、信号を送ります。自衛隊遮光という言葉大好きですからね、うん、あらゆるところにこう外に光が漏れないように遮光します。これだともうほんとでかすぎるんで、こういう風にもうがっつり上からいきます。こんな感じでプチッと、これね結構ねあの真ん中とは限らないです。あの人によって端だったりもしますしね、こだわりはないです。こんな感じで塞いでいって、ほんと粒みたいに残す。今日ちょっと見やすくします。もっとちっちゃい人もいる。こんな感じで、で剥がれないようにあと周りをぐるっとやる人もいる。こんな感じで、これが通常です。よし、ほい、できた。ここちょっとだけテンってなってますよね。こうおよそ5ミリもないですよね。3、4ミリ、3ミリとか。これをつけます。今から最後に遮光バージョンの赤、展開用意、展開。見えますでしょうか。これで誘導します。例えば車とかだったら、こっちこっち来て、こっち来て、はい、左曲がって、はい、右曲がって、はい、エンジン切って、はい、ストップ。ということで、いかがだったでしょうか。ちょっとねカメラ越しだともしかしたら色の違いっていうのは網膜ではないから、結構一緒じゃねってなったかもしれませんが、赤を使うということです。さらにねこの点にして見えづらくすると。これで皆さんもね、例えば夜友達が遊びに来るけどちょっと親に今日止めていいっていうの忘れてたな、まあ、そういう時はねもう窓からねこうやってこう親に見えないようにこう友達だけこっちとか、あ、ちょっと今ストップとかね、こんな風にね、ちょっと今のはいけませんね、うん、そういう使い方ではなくて、うん、はい、ということで、こんな感じでね皆さんもぜひ味方にだけ伝えた時はねやってください。もしかしたらあのね誕生日会とかでこう電気パッと消してね、ハッピーバースデートゥーユーってこう持ってきますよね、家族とかでね。その時にパッと消したけど、息子の誕生日祝うためにお母さんが用意してこうパッと、今だお父さんパッと電気消したけど、やっぱお母さんが、あ、違う、ちょっとタイミング早い、違う、まだ息子ちょっと今トイレ行こうとしたら違うっていう時はちょっとこう今じゃないケーキ持ってくるお父さんにこうね伝えてこうパッとやっても、ちょっと息子さんはこの赤が見えないね。そしたらもうお父さんだけ、あ、今じゃないかい、ちょっと一回冷蔵庫行くわ、うまくいくこともありますんでぜひね使ってください。はい、ということでございました。逆に、交通安全的には今の順、白、黄色を
ぜひね夜とか来て、移動したらねよく見えますんで、安全確保できるんじゃないかなと思います。なんでここに赤使うのという実証の回でございました。また何かありましたら紹介したいと思います。ありがとうございます。ツイッター、インスタやっております。特化群で検索フォローお願いします。防災もあります、下あります、お願いします。本日はこれまで。それじゃまた。